らがね、国道の462号線です。まあそのまま左折して帰ってもいいんですけど、とりあえず伊勢崎を経由しますかね。どうするかな。もちろん直接帰った方が早く帰れるんだけど、帰りますか。あのね、伊勢崎のね、富塚町って言ったかな、自販機食堂があるんですよ。自販機食堂に寄ってもいいんだけど、BGM がかかっててダメなんですよね。普通に帰りましょうか。なんか本当はね、もう一軒、上川町の金鑚神社っていうのを、一応準備してきたんだけど、地図なんか書いてね、ちょっと遠いからもう帰りますね。また自販機食堂も金鑚神社もまた別の機会ということで。長崎まで20キロもありますよ。霊場の日渡りは来てみたいなと思っていた場所なんで、なんか良かったですね。ちょうど13時、午後1時です。なんかね、来るときね、290円のなんかカレーと、またはラーメンなんだけど、290円とは安いよね。参考までに寄ってみますか。どうなんでしょうね、290円。小島の、小島ですね、小島。妙にオイル交換300円だって、1リットル。すごく安いよね。今度オイル交換にここ来てみようかな。
ここが上里町ですね。関東ペットパーク。左折していくとね、上川町。神保原南。この信号を左折すると JR 高崎線の神保原駅ですね。まあね、国道17号線を高崎方面、280だって。まあ今さっき言ったのはね、ちょっとこの先なんですよ。カレーライスラーメン290円、見えてきましたね。あ、ここのお店です。すごいよね。食堂ここだ、ここでした。すいません、290円、醤油ラーメンカレーライス。やっぱり寄れないんだね。見たら面白かったかもしれないけど、
川崎14キロですよ。行列で始まってね、まあ、最後のまあなんて言うんだろうな、まあ、乾杯でね、まあ、終わってるんですけど、まあ、そこまでおよそ2時間ですね。なんか行列の中にね、まあ、群馬県の御嶽峡ってありましたね。高崎市に我らが行きたいんだけど、まあいきなり行ってもいないからね。消毒ポイント、車両消毒中。これは豚コレラですね。あ、豚コレラじゃなくてガトーフェスタ原田の、まあ、納入業者っていうか、そういった車両の、まあ、消毒かもしれない。なんか上野村のイノシシからまあ3頭ぐらいですけど、まあ、豚コレラ菌の陽性反応が出たなんてありましたね。40号線藤岡玉村線、新町植木町、まあ、左側は新町駅、 JR 高崎線です。
じゃあここで1車線に戻りますか。来賓の挨拶でも言ってましたけど、まあ大きなね、まあ、台風っていうか、まあ、猛烈な、まあ、勢力の台風が来るらしいんですけど、本当になんていうか、なんともなくっていうか、オレンジハットの新町店ですね。まあ、下を横切ってる道は13号線です。早く出たかったから、なんか何も食べてないで出ちゃったから。なんか窓ガラスがまただんだん綺麗にしてスタートしなくて危ないよね。
城町。距離的には環状線の方が近いのかな。どっかスーパーでも寄りますかね。右側はね、高崎駅の東口です。まあ右はね、国道354、多摩田のとこ行きます。渋滞は何でしょう。こっから8キロあるんだね、イオンモール高崎までね。
道だってね。木曽路はすべて山の中であって島崎藤村どうしようかな。また第二車線にいた方がいいかもしれないな。だこれはいけません。御霊神社の俯瞰堂、はい、まあ、左側にね、まあ、濃厚タンメンの二つ目さんの貝沢店です。このタンメンなかなか評判らしいですね。二つ目さん。でも寄れないんだね。こりゃ微妙ですね。こういった怖い状況は嫌なんで。車が途切れませんね。まあ右向き矢印でしょう。はい、矢印出ました。でも信号機に右向き矢印つけた人って偉いですよ。いつも同じスーパーだとさすがに、まあ、同じようなものしか買わなくなっちゃった。お店
性が変わればなんとか目新しいものがあるかもしれない。お子さんすぐ右前、まあ、本当はね、まあ、左に伊野駅の方に行って帰るんですけど、まあ、とりあえず八尾さん、もらえますか。八尾さんの駐車場に入りたいんですけど。あ、止まってくれた。サンキュー。こうやって、あそこにカートが置いてある。あのね、カートを押しながら行くとね、体に負荷がかからなくて楽なんだ。どんだけ追い漏れちゃって。ああちょっと曲がってるけどいいよね。はい、ご視聴ありがとうございました。